後のこの後の天気をお伝えしていきます。吉野さん、よろしくお願いします。はい、します。さあ、加藤は昨日、はい、一昨日と突然の雨、はい、雷などがありましたけれども、ね、はい、今日も天気の変化はありそうですか？はい、今日もにわか雨注意という状況になります。はい、午後の雨雲の予想を見ていきますと、まあ、グレーの表示、弱い表示ではありますけれども、点々と雨雲の発達が予想されている状況ですね。はい、上空に寒気が流れ込んでいて大気の状態が不安定になっていることや、今日は南寄りの風と北寄りの風がちょうどこの辺りでぶつかるような形になりますので、雨雲の発生するといったところがありそうです。はい、今のところ大気の安定度を見ていきますと、どちらかというと今日は東京の西側ですとか山沿いのエリアで、オレンジや赤、大気の安定度が悪い状況になっているんですけれども、はい、こういったところでは雨雲が発生しやすい状況ですね。昨日に比べますと空気が乾いている分、雲の元になる水蒸気が少ないため、雨雲の発達は少し抑えられるとは見ておりますけれども、はい、にわか雨には注意が必要と言えそうです。はい、わかりました。関東エリアの皆さん、今日も空の変化にはご注意ください。